このヨセミテ風景の部分的なスタディをしてみましょうね。まずはこの雪山の表現ですね。これをちょっと描いてみます。この山の手前にある木はちょっとあまりにも山の中心にありすぎるので、ちょっと横に寄せますね。あまり真ん中にあるというのは不自然な感じがしますのでね。それではまず雪山から描いてきますね。雪山の山肌からね。これはもうすごい細かい部分ですけど、こういう場合でも色に変化をつけて常に色彩がきれいに出るようにね、心がけましょう。一色だけでずっとやってると単純になっちゃうんでね、常に。これは円形なので、あんまりはっきりした色を落とさない方がいいですね。空を描く前に、まずこの雪山をこの辺りまで仕上げちゃいますね。どうしてかというと、雪山の白さっていうのがすごい大事だなわけですね。だから先に空を塗ってから雪山をやると、この雪山の白さと空のバランスが取りにくいんですよね。だから先にこう山を描いておくと、空を描くとき楽ですね。それでちょっと大きめの筆を使ってつけて、はい、空ですね。空はいつも、上の方が青々としますね。下に来るとだんだん、明るくなって、同時にトーンが暖かいトーンになってきますね。ただこの雪山を描くときは雪山の周りが少し、濃い色の方が雪山の白が映えるので、ちょっと意識的にね、山の周りをちょっと濃くしますね。こうすることで雪山の白さが際立つので、それらしく見えますね。こんな感じでね。だから時には、絵としてきれいに見えるように、自然のルールをちょっと破ってもいいわけですよ。ね、はい、それで次は、では手前の林を描いていきますね。それでは、この手前も描いちゃいますね。常に白は多めに残しておくことですね。後でいくらでも調節できるので、とにかく多めにしといた方が失敗が少ないです。塗ってしまってから後戻りできないので、そのためにちょっとそうやりますね。で、
今だ。手前にある岩山の、影の部分はすごいインパクトがあるわけですね。時にはそういうのを先に描いて、全体の絵の調子を見たりします。だから今回はこうして、もうちょっとコントラストが欲しいですね、この辺りね。はい、それでは、メインの木を描いていきますか。常に色彩をに変化をつけながら出てきましょうね。一本上手の色だと見ててつまんないですからね。だからグリーンだったり、時にはブルーのこういうのを入れてもいいですしね。この元々の写真の見本は、日がもう頂点にあるわけで、あんまり、木の影とかそういうのがないんですよね。でもそれだとちょっとつまらないので、一応想像として右側から光が来てるというようにやってみますね。時にはいい絵にするためには、そういう、自分の頭の中でちょっと自然の風景を描いてみるっていうテクニックも必要です。だからこの右側から光が来てるようにする感じをこう出すために、木の右側をちょっと明るくしておきますね。そうすると、そういう雰囲気が出ます。もっとここにある円形の木はもうずっと遠くにあるので、あまり色の変化どうのこうのということは関係ない。もうほとんど、シルエットみたいな感じですね。山の部分はまあこういう感じですね。これで手前に木がたくさんあるんですけど。